じゃじゃじゃ、わ、これそう。じゃじゃじゃーん。危ねえ危ねえ。私のお家たちが。じゃ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 ーん。花さんの卒業グッズを買いました。届きました。なんか2箱も来ました。30分しかないんですけど、開封しようと思います。でも私は何買ったんだっけな、入ってるかな、開けますね。もう結構買いました。そう、え、見てこの服超可愛くない。今日も写真撮ったんだけど、これ短いやつなんだけど、載せようかな。でも今日は漏れない日でした。ななこちゃんとそうカフェに行って、でさえちゃんとご飯に行きました。またさえちゃんと行った。じゃあ1個目の中身はまず T シャツ、ほんでなんか内輪が2個入ってました。なんでだろうと、あ、書いてある、これはこれの中身はまず生シャ5枚セット10個と、これは今12個入ってます。アクスタと実はが1個目の箱ですね。あ、これ昼です。昼用が1個目で、もう1個がそう間に合うかな。でもね、今日できなかったらあともう卒業コンサートまでできるか怪しくて、そう公演とか覚えないといけなくて、なのでできるだけ決めたいという。あった、ありました。150枚買いました。生写真全部でコンプするために。あ、私こんな買ってたんだ。うちはもう一個出てきました。え、私こんな買ってたっけ。買っちゃったの、納品書。まず違うわ、え、プラスで買われてるわ。これが150枚、合わせて200枚買ってる。生写200枚と、ちょっと待ってね、アクスタが12と、アクスタが40個じゃん。あれ、アクスタマジで私コンプする気だからね。ちなみに40、200と、なんかうちわが2個も入ってましたね。あ、私これさ、なんかね、昼のうちわを買い忘れて、昼のうちわを買い忘れて、で、それをプラスで買った時に買ったの。で、またこれ、T シャツ2個ある。そう、これ。これはなんだ？あ、読み上げますね。
ランダム生写真セットが40？ランダム生写真が40個でしょ。アクスタも40個、内輪が2個、ニエル生写真3枚セットが1個、 A3 ポスター ABC が1個ずつ、アクリルキーホルダーが1個、区別ハート内輪が2個と、フォント T シャツが2個って書いてあります。なんかこんな買ってたんだ私。ちょっとやばいかも。これで、あー、かわいい、見て見て見て、超かわいい、それね、かわいくない？そう、もう、じゃーん、かわいすぎる。これは私のベッドに貼ります。シャワリはありません。自腹です。でもこれはパパも寝る気だった。え、超かわいくない？乗り気だったので、かわいいです。まずこれから開けますね。これさ、出るかな、アクスタ。ちょっとさ、なんか一覧が欲しいかも。じゃーん、 T シャツにサイン書いてもらおうかな。やべ、これが生写真ですね。これは多分同じよね。金額がすごい可愛いです。これは皆さん多分見てますよね。やばい、指紋がつくぞ。そう、あ、ステッカーだ、ステッカー。はいいね、何に書いてもらおう。かわいい手袋、確かに。え、なんか自分がさあれになってきた、なんか、じゃん、いや、かわいい、必然的恋人、かわいい、早送り、かわいい、錬金、え、かわいすぎるんですけど、かわいい、仮想恋愛もあるし、かわいい、あ、かわ、最高回は本当に大好きなの。え、リトちゃんもあるよ。かわいすぎます。どうしましょう、かわいすぎます、かわいすぎます、どうしましょう。でもなんかさ、そう、え、アクスタ開けてみる。へえ、嬉しい、なんか幸せ空間って感じ。開けます。何個買ったんだっけな、アクスタ。40個買った、やば、なんかやばくなってきた。じゃーん、これは開く、なんかキーホルダー。何種類あるんだっけ、アクスタって。 16？ だっけ、教えてください。ちゃんとゴミ箱に入れて開けますよ。まず1個目、じゃん、じゃん、かわいい、見える、時間がかわいいです、めちゃめちゃ。ふ、かわいい、見えますか、見える、かわいい、超かわいい、キスマチって
次なんで、ね、何種類って言ったっけ。16種類って言ったっけ。次いきます。あ、いいよ、かぶってないです。じゃじゃーん、かわいい。仮想恋愛かな、これは。12、じゃあさ、絶対コンプ的んじゃね。12なんだ。私なんでこんな買ったんだろう。私なんでこんなに買ってんの。よし、いいじゃん。今2種類です。すごい笑い声聞こえる。あ、いいよ、3種類目。え、これさ、コンプする気がしてきたよ、みんな。ちなみに、ここで何個でしょう。3種類目、今かぶりなし。4種類目いきます。ちょっと急ぎ足で。あ、早速かぶりました。でもいいもん。誰にコンプしてやるんだから。コンプできなかったらスタッフさんに相談。キス待ち。これは公開しますか、皆さん。私とでも被らなか、被ったのも思い出。本当に事務所にさ、置こうかしら。はっ、来た、かわいい。早送りさ、本当にかわいいと思う。私コンサートにさ、七不正の子たちがさ、するのってもう出てますか。出てますよね。そこのさ、それのさ、あれにさ、私も入れてもらおうかな。渋井美奈グッズ交換出店みたいな。ちょっと韓国語読めるようになりたい。え、結構さ、ガチめに相談してみようかな。え、無理かな、もう時間ってかあれかな、よくないかな、あんま交換でき次第終わり。オーマイガー。でもいいの、可愛いから。今ちょっと待って、ここに並べてこう、ここに並べてきます。ここの椅子みたいな。12種類ね。1、2、3、4。いない。6個目、7個目です。7個目。3個目かぶりました。キス待ち、待ちすぎてるみたい。9個目。マジでさ、ちょっとさ、マネージャーさんにさ、無理かな。は、来たよ来たよ。かわいい。見えますか。え、何種類？4、5種類目。見えますか？かわいい。え、これさ、ここのね、色も違うのがかわいすぎます。5種類目。え、これはさ、どう？ 8個でさ、5種類っていうのはさ、順調な方なの？どうなんですか、皆さん。私さ、結構人生で初めてよ。私の。ね、ファン人生でもさ、こんなにもあれなのはレアよ。
我ながらすごいと思う。パパに感謝、マジでありがとうパパ。なんかさ、ねねさんのさ、今日の自己紹介 MC がさ、あれだったの見たんですけどさ、1、2、3、4、5、6、7、8、9個目。そう、この前の個展に私のパパとママは来てたんですよ。あ、来た、キットチャーム来ました。いいぞ、来てたね。そしたらさ、お見送り終わった後さ、さ戻った後ね、もうね、姉さんがね、やばいみたいな、衣装さんとかにさ、今日なんか渋いの来ててみたいな、めっちゃ焦ってた、おもろかった、可愛かった。やばい、これはめるのむずすぎてさ、めっちゃ指紋つく。以上、今6種類です。半分出たよ、もう。いいんじゃない、ねえねえ、いいんじゃない。はっ、また行ったよ、かわいい。必然的恋人、ちょっと見にくいな、かな、多分。どうですか、7種類目。え、めっちゃさ順調だってさ、まだ一袋しか開けてないよ、ちなみに。え、めっちゃ順調よ、マジで。はっ、すごいよ、私最高回来たよ。めっちゃ可愛い、本当に可愛い。え、マジで順調よ、すごい。生写真はめっちゃ長くなりそう。だって生写真の方が多いのよ、確か。だから、はい、最高回は本当に私の思い出たんですけど、私が本当に HKT をここまで好きになった理由なので、理由っていうかあれなので、本当にあれです。12個目、あー、でも可愛いから。こちら、これ何でしょうか、私分かんない、正直。何の衣装ですか。私抜けてる時期があるので、花さんのあれで、あれでも、確かに花17ライブさ、17ライブダメかな。一応コンサート関係やし。次の袋いきます。こういうさ、時間が本当に大好き、私。え、原さんの T シャツ着ながらやろう。ね、そう、その衣装何なんだろう、今日。着まーす。今日お団子したの、めっちゃ取れるけど。え、一段ライブこれ着てこ、決めた。うわ、すごい、なんか飛ぶ、じゃじゃーん。おいくら使ったらって計算してください、って計算しないでください、嘘です。ちょっと本当にあれです、マジで言えない、怖くない、言えないが。あ、なるほどね、指原さんのあれだったの。これは何個目？13個目？かぶりました、かぶりました。え、どう？今どんな感じ？13個目で。え、待って、私さ12個、え、20個しか買ってない。20個
え、だって何個買った、え、何個買ったんだっけ、40個買ったのか。びっくりした。20個だったらコンプできなさそうと思ったけど、あー、じゃじゃん、必然的恋人、必然的結婚。この衣装超かわいい。現在8種類進みませんね。じゃあ15個目、9種類目いいんじゃない、いいんじゃない。っていうかさ、皆さん TikTok 見てください。実行委員長頑張ってますので、ハマらないこれ。見てください。よし、何個目だ、もう何個目か分かんなくなってきちゃった。9種類です。あ、かぶりました、早送り。何個目、今16個目で9です。17個目かな、これが。もう分かりません。そう、私は漫才なんちゃらです。しぶきさんと漫才です。あ、来た、来ました。10、無知人帳、すごいよ、10種類、すごいよ。私、みなちゃんすごい、いい感じです、超絶いい感じ。すごいよ、すごいよ、8、1個よ、ねえ、出たよ、11種類目すごいよ、すごいよ、ねえ、めちゃめちゃすごいよ、きたー、マジできたー。じゃあマジでとか言わない。私はね、本当に言葉遣いに気をつけようと思ってるの。入らん。17ライブ楽しみ、マジで。マジでと言わないんだった。本当に楽しみ、17ライブ。私は24日です。じゃじゃん、あと何が来てないんだ。うわ、2個目来た、最高か、嬉しい。間に合うかな、あと10分。よし、何個目今、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21個目です。もう半分出ました。じゃ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 、大丈夫大丈夫大丈夫。
然的恋人でした。やべ、必然的恋人、君と僕の番。22個目いきます。あ、落ちちゃった。あ、こちらです。これめっちゃ出る。この花さん、めっちゃ出ます。これめっちゃ出てるよ。これめちゃめちゃ出てる、マジで。すごい、この台に乗らなくなってきたぞ。ちょっと23個目あと8分。またまた必然的恋人。大丈夫、ちょっと下に置こう。24個目いきます。本当はもっと時間をかけたいんだけど、マジでなるべく本当に今日のうちに開けるって言ってね。明日さ、卒業公演って本当にきつい。あ、こちらです。本当にきつい。私結構本当にきつい。かわいい。2個目これ。これは2個目まだ少ない。25個目最初が順調だったね、結構。はい、せーの、バン。あ、全然嬉しい。こちらあれです。マジで卒業コンサート結構きついかもって思ってるんだよね。一応26個目じゃん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 。あ、かわいいから嬉しい。11種類じゃない。私ってさ、ショールームしか配信できないか。やばいよ、最後の作るよ、もうこれ。いきます。マジでコンプしたい、マジでしたい。コンプ頼みます。やばい、あと6分。せーの、わー悔しい。一番最初に出たやつやん。次は何個目わかりません。よし、いきます。あーん、仮想恋愛。やばい、焦ってきた。時間も押し寄せて焦ってきた。いくよ。いきます。めっちゃ嬉しい今。おー、嬉しい。花さん
本当に寂しい、本当に寂しい。これです、ハイベイ。結構でも今何が多いんだろう、ハイウェイも多い方かも。いい、あ、また仮想恋愛、仮想恋愛のさ可愛いんだよね。じゃハーフツイン可愛い。よし、これ生社のさ一番上がさ仮想恋愛でさ超可愛い。大好き花さん、本当にもうなんか全てが大好き。もうなんか人柄も本当に本当に言い方すぎて、本当にもうなんかなんかいるだけで本当に幸せな、なんか本当にこれも可愛いね。本当になんかもう本当に花さんみたいな女性になりたいって思う、言い方すぎて。全てに憧れる、全てに対してさ憧れを持つのって本当に素敵だと思う。あと3分やばい、あと3分。私もハナさんみたいになりたいです。あと3分、じゃんじゃんいけるよ。あ、来た2個目よこれ、多分2個目。配信終わってもさ、あれ開けきれなかったらさ勝手に開けてさ、それ写真載せるでもいい、みんな。マジで可愛い、これピンク可愛い。ハナさん黄色も似合うけどさピンクも可愛いよね。でも私的にはこのリトちゃんの濃い黄色が好きよ。じゃあさ開けるね。もうちょっとさ無言でもいい。あともう少しよ。あ、錬金来た、また3個目。うるさ、あの心中うるさ、やばいやばい。でもさじゃんじゃん開けてもいい、じゃんじゃん開けていい、じゃんじゃん開けていい。スダンス、トゥ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 。これ踊ってみた。あと1分。え、ランキング先思うかしら。読みます。13位心ちゃんありがとうございます。12位西公園ありがとうございます。11位フォニョーさんありがとうございます。10位アスカさんありがとうございます。9位ミノルタンタンさんありがとうございます。8位カズオさん。ありがとうございます。7位グッさんありがとうございます。6位ウラさんありがとうございます。5位キャピーさんありがとうございます。4位マサレボさん、これでが出ました、仮想恋愛ありがとうございます。3位テレさんありがとうございます。2位テレさんありがとうございます。1位ユイチリーさんありがとうございます。急げ、あと2個、あと2個先に開けるね、切れる前に。